というわけで今日はね、また再びなんですけども吉岡銅山というエリアに来ております。こちらあの高橋の成和から北上新見方面に向かったとこにあるんですけども、かなり山の中、山の上ですね。実際にあの中に入ってというか、そのまあ鉱山の関係施設とか、まあその辺をね実際に近くで見ることができるというエリアでございます。ここがですね、この鉱山の石ですね、まあ、集めて選ぶ場所だと思います。あんまり詳しくは僕もその鉱山に関して詳しくはないんですけども、まあありますね。これこちらも気になりますね。大きなトンネルのような感じですけど、
ちらの建物かなりね昔の建物だと思うんですけども、おそらくこの鉱山っていうのも大体明治時代ぐらいから発展というか、生産力が上がってきたと言われているので、おそらくそれぐらいのね年代の建物かなと思います。すごいあの昔ながらの木で作られた建物です。おそらくこの辺に、鉱山の坑道があったと思われます。で、あの辺とかもね、なんかちょっと穴っぽい感じの、まあ岩ですかね、見えるんですけども、ちょっとねこっからだったら、まあ、何があるのか分かりにくいですけども、この多分これが搬入口というか、まあ鉱山、まあ、岩とかを、トロッコ乗せたりとかいう感じじゃないでしょうか。で、ここに流れてるのがおそらくその鉱山の洞窟、坑道からの水だと思います。おそらく多分この上なんでしょうね。上にあったある水、あった水が下に流れてると、ちょっとなんか湧き水的な感じで、流れてます。これがあの鉱山でまだ残るトイレでございます。トイレと、小便器と、大便器がありますけど、この大便器が緑になってます。なかなか見ないような
色ですね。はい、というわけで、今回、吉岡銅山というね銅山を再び紹介いたしました。ちょうど今のシーズン、まあ、暑いんですけども、まあ、ここに来るとすごいね涼しい、風が吹き抜けていくんですけども、すごい過ごしやすいエリアかなと思います。そしてあの歴史的なね、建物、がまだ残っているということで、非常に貴重なエリアかなと思います。ぜひあのこの辺に来た際は、行ってみてください。とてもあの興味深い場所でした。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。